はい。皆さん、こちらネット物販講師の黒沢です。今回は、未だによくお問い合わせいただく、Amazon での新規出品時に出てくるエラーコード5665の解除方法についてお話しさせていただきます。合わせて、そもそも論として、新規出品をする時にエラーコード5665が出てくるのであれば、相乗り出品でもいいんじゃないのかっていう考え方をお持ちの方もいらっしゃいますので、その点についても話しさせていただきます。今回の動画、参考になったなって方、よろしければ、 高評価、チャンネル登録いただければ個人です。まず先にエラーコード5665って何なのかと言いますと Amazon で商品登録をする際にブランド名のところに皆さんが考えたブランドの名前を入力すると表示されるエラーのことです。要するにこのブランド名は本当にあなたのブランド名なのっていうことを証明してくださいっていう Amazon からの突っ込みが入るということです。こちらを解除するためには通常のテクニカルサポートの お問い合わせフォームから実際の詳細に皆さんのブランド名のロゴが高級的な方法要するにペリペリと剥がせないようなしっかりとした刻印や印字がついた状態の画像を何枚も撮影しこのブランド名はこの通り私の詳細にしっかりとついているブランドです私のブランドですですからエラーコード5665の解除をお願いいたしますという形で申請を出して審査を受ける必要があるんですそしてその審査っていう は一発で合格する方もいらっしゃるんですが私の生徒さんでも2回3回と落とされて何度も何度もトライするって方もザラにいます Amazon 担当者の方の際の振り方によると言いますかある種運みたいな要素っていうのも関わってくるからなんですねじゃあオリジナルのロゴがくっついた商材をどうやって作るのかっていうとパッと思いつくのがアリババ業者に頼んで ODM ロゴの印字を行って商材を作るって方法だと思いますが このやり方だと場合によっては何百ロットも作ってくださいみたいな加減が設けられていることが多いんですねはい、ここから先は有料コンサルの範疇になってしまうので話すのをためらっていたんですが今回は特別にお話しさせていただきますエラーコード5665の解除を行う際の重要なポイントは実際に出品する商品でなくてもとにかくエラー解除申請を行うためにロゴ入り商材を一つ用意できれば良いということです商材自体は100均でもどこでもありますからあとはブランド名を高級的な方法で印字もしくは刻印できればいいだけ ということになりますどうやって印字刻印するのかというのはいろいろなアイデアがあると思うのでまずは何かしら試してみてくださいエラー解除の申請は何度でも行うことができますのでめげずに独学でやられている方もまずはトライしてみていただければ幸いですちなみにこちらのアバターは今年から使い始めた新しいキャラクターになります天使の黒沢と悪魔の黒沢どうぞお見知りおきをさてここで一つ目の疑問が出てくるわけですがそんな苦労をしてまで新規出品するんなら相乗り出品した方がいいんじゃないのか 相乗り出品っていうのはすでに販売されている既存の商品ページで自分も全く同じ商品を出すってやり方なんですがこれは100%お勧めできません。なぜならば同じ商品ページで同じ商品を他のセラーと一緒に出すということは必ず価格競争になってしまうからなんです。また相乗り出品ページってそもそも自分の商品ページではないので融通が利かない。例えば商品の説明だとか画像とかの編。 っていうのが自由にできない面っていうのも少なからずあります。一つの商品ページで十人も二十人もセラーが出品しているページを見たことあると思うんですが、その中で。 カートに入れるをクリックしたら自動的に注文に進めるセラーっていうのは一人だけで他のセラーっていうのは下の方に出てくる他の出品者がいますみたいなところをクリックしたらようやく選択できるようになります。つまるところカートに入れるのボタンを誰が獲得するのかというバトルロワイヤル状態になってしまうので最終的に特に未経験者初心者の方は商品売れないと焦ってしまうので情動的になって販売価格を赤字価格にまで落としてしまう っていうオチになってしまいますよって amazon 物販を行うっていう方は必ず新規出品で出すっていうことが大前提になっていると考えているんですがイコールエラーコード5665の解除も必ず行う必要があるということです続いて2つ目これもよくお問い合わせいただくんですがちょっとエラーコード5665の解除だけ単発で有料プランで手伝ってもらえませんかってご質問がよく来ます答えから申し上げますと残念ながら私の有料コンサル生産以外のエラーコード5 解除ののお手伝いいいいっってててうはは流量でであっても現在は全くしていないんです確証に近い予測なんですがここ56年の Amazon の動向から推察するにエラーコード5665の解除を行ってせっかく出品開始した後でエラーコード5461というものに悩まされる可能性が今後高まります2022年2023年の Amazon 物販の予測については別途動画でアップしますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますブランド名を決めるとっっててもじゃあどうやってそのブランド を決めるのかっていうことも結局指導する必要があるし新規出品を行う際にそういうエラーが出るっていうことがわからずにそこまで進んできてしまったということは商品リサーチ段階買い付け候補を選ぶ段階などなどその前,の前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 の段階からしっかりと礎を培っていった上でそこに到達できていない可能性が非常に高いんですおそらく商品選びの段階からリスクのある商材 とかか何ししら問題が起きやすすい商品に手を出している可能性結構ありますちょっときついこと言っちゃいましたけれども結局エラーコード5665の解除一つ行ったら出品までは進むことができるんですがだったらいいのかっていう話になってくるとやっぱり講師としてはじゃあどんな商品その方が今までリサーチされていたのかだとかどういうふうに買い付けを行っているのか並びにどういう商品ページを作成してお客様に納得していただける安心 していただけるような Amazon 物販を行うつもりでいるのかっていうところまでしっかりとさせておかないと本当にお客様を困らせてしまうようなセラーを量産することになってしまいかねませんというわけで今回は新規出品を必ず行うことが大切でそのためにはエラーコード5665の解除が必須ですという話をさせていただきましたネット物販って正直ちょっと舐められているところがあると発信者側の責任っていうのもかなりあると思うんですがなんか茶を飲むつ つい,いでに適当にパワパ,パってやったら稼げるぜみたいなノリで入ってくる人って結構多いと思うし、とりあえずやってみなきゃわからないっていう気持ちで基礎的な部分っていうのを省いた状態で進んでしまっている人も多い気がします。もちろんとりあえずやってみようという好戦的な精神っていうのは尊重できるものではあると思うんですが、実際にやってみると成功体験を積む前に大量の失敗体験を積むことになります。その大量の失敗も踏まえて経験としてしっかり 受け止めることができる人じゃないと無理だと思います大した覚悟もないのにネット物販に手を出すべきではないと個人的には思います中途半端な状態でセラーになってしまうと結局お客様に迷惑をかけてしまうっていうことが大前提にあるのでそういう考えになってしまっているんだと思います今回の動画少しでもご参考になれば幸いです最後までご静聴くださりありがとうございました